はい、途半車線を登り、やっとですね、清里高原に登ってきました。正面がですね、八ヶ岳ですね。まだ雪がたくさん残ってます。やっぱりあそこは越せないなという感じですけれども、今日は迂回してですね、もうちょっと面白い道路を走っていきたいと思います。ここはもう何回目だろうな、4回くらいもう通ってますけれども、映像を撮りながら走ったのは初めてですね。ちょうどこれから南に向かっちゃうので、ちょっと景色が逆光になってあんまり綺麗じゃないかもしれませんね。だから結局南に向かってからまた西の方に向かっていきますんで、鉢巻道路はちょっと北上するかな。そういうとこはいいかもしれないですね。これが左側に行くと千曲川源流の川上村ですね。レタスの栽培で有名なとこですね。昔はですね、もう林業中心の村だったそうですね。でお米なんかは本当に病気で死にそうな人くらいしか食べられなかったとかなんとかいう話が残ってます。で、戦争で負けて進駐軍が来まして、で、朝鮮戦争が始まる頃ですね。朝鮮の部隊にですね、新鮮なレタスを送りたいということで、進駐軍がですね、川上村に来てレタスを作ってくれっていう、ことを言ったらしいです。で、おかげさまで今、川上村はですね、レタスの販売だけで、年収2500万という豊かな村になっているそうです。羨ましいですね。しかもほとんど、半年は寒くてですね、レタスを作れないそうです。それでもですね、あと半年は働き、それで2500万というところらしいですね。そういうやり方もあるんでしょうね、やっぱりね。じゃないとそういうところじゃないとレタス作れないみたいですからね、しょうがないんですけども、今はレタスでの産地では日本一ですね。そういうところです。